みんなお待たせ。スクールアイドルファンサイトから二次確認企画依頼が来たよ。ついに来ましたか。カスミンの魅力を全世界に発信するこの時が。それでどんな企画ですか。カスミンのお悩み相談ですか。カスミンチャレンジですか。カスミちゃんチャレンジってどんなことやるの。毎日の予習復習チャレンジはどうですか。カスミさん、この間のテストも赤点ギリギリって。ちょっとシオコ、それはなし。カスミはもっと可愛いチャレンジするんだもん。大阪雫の演劇チャレンジというのはどうでしょう。どんな役でも体当たりで演じます。チャレンジはアクアがやったんだから、それ以外がいいよ。ミア・テイラーのベースボール大解説にしよう。ランジュ大解説の方がいいわよ。だってみんなランジュのことが知りたいでしょ。解説か。じゃあ私は美味しいパン屋さんをみんなに教えてあげたいな。それじゃあエマが紹介したパン屋さんで食べ過ぎた子には私が特別なエクササイズを教えてあげようかしら。アイさんは眺めのいいランニングコース紹介したい。紹介でしたら私は熱くなれる小説やアニメを。熱くなった頭をリラックスさせるかなたちゃんのすやすや講座。りなちゃんボード講座やりたい。みんな企画の説明ちゃんと聞こう。あ、そうだね。ごめんごめん、つい突っ走っちゃったよ。みんなのやる気が分かって心強いよ。それで企画の内容は？みんなにやってもらいたい企画はあなたの夢中を教えてくださいってものだよ。あなたの夢中を教えてください。夢中なもの、スクールアイドルですかね。それ以外で夢中なものということですか？あ、みんなが今ハマっていることを紹介する動画を作ってほしいんだ。スクールアイドル以外か。紹介動画はスクールアイドル以外のことにしてほしいんだけど、実はみんなにはどうしてスクールアイドルに夢中になったのかも改めて考えてほしいなって思ってて。俺ね、ミューズ、アクアの PV 作りを見てきて気づいたんだ。今回はどっちのグループも自分たちの原点を見つめ直してたなって。自分たちの原点ですか。自分たちって何なのか、どうしてミューズをアクアをやってるのか、原点はどうだったのか、そこをしっかりと振り返って、俺たちはこういう存在だ、一番の魅力はこれだっていうのが PV に現れてたと思うんだ。わかるような気がする。ミューズの PV もアクアの PV もただすごいって感じじゃなかった。確かにそうね。グループとして積み上げてきたものが詰まっていたと思うわ。そういう部分が現れていたからこそあんなにも心に響く PV になっていたのですね。だから俺たちもそうしてみない。みんなの一番の魅力、それは一人一人の構成を尊重したソロのスクールアイドルだってこと。だからみんなそれぞれの魅力、武器を原点に立ち戻ってもう一度見つめ直してみるのはどうかな。あなたはそうすることが私たちの PV 作りのヒントになると思ってるんだね。
あ、スクールアイドルファンサイトの企画内容の相談が来た時にこれだってひらめいたんだ。私はいいと思う。私も改めて自分のことについてちゃんと考えてみたい。かすみんも賛成です。かなたちゃんもいいと思う。やりましょう。ベイビーちゃんにしてはいいアイディアなんじゃない？ランジュは張り切って振り返るわよ。ランジュにとっての始まりは虹学のみんなを見たスクールアイドルフェスティバルなんだから。ありがとうみんな。それと PV 作りについてもう一つ相談があるんだ。何？校内オーディションの時、俺たちは虹学の代表は虹学の生徒全員って結論を出したよね。だから PV も虹学のみんなで協力して一人一人が輝くようなそんなのを作れたらいいんじゃないかって思うんだ。どうかな？いいと思います。でしたら皆さんにも歌ってもらえないか相談してみませんか？ならいっそダンスも踊ってもらっちゃう？そんなことができたらすごい。うん、虹学全員が主役の PV になるね。楽しそう。いいわね。私は賛成よ。私も。ありがとう。虹学にしか作れない PV にしようね。